ノルジャは、イタリア共和国ウンブリア州ペルージャ県にある、人口約4900人の基礎自治体。クロトリュフとプロシュットが特産品として知られる、観光地。ベネディクト修道会創設者であるイベネディクトスは、当地の出身である。ラテン語では、ヌルシアと呼ばれる。英語でも、伝統的には、ラテン語系に基づくナーシャ、N、アレーザイの名で呼ばれてきた。 イタリア語では、ナタと発音される。日本語文献では、ノルチャのほか、ノルチアなどの天気例がある。ペルージャ県外略図ペルージャ県の南東部、バルネリーナ地方に位置する町で、スポレートから東へ約 30km、アスコリピチェーノから西へ約 40km、テルニから北東へ約 45km、ラクイラから北北西へ約 55km。 県とペルージャから南東へ約6 7トルの距離にある。コムーネの面積は約274平方キロメートルに及び、北から東にかけてマルケ州、南にラツヨ州と境界を接する。ノルチャ地域での人類の居住の痕跡は新石器時代に遡る。都市の歴史は紀元前5世紀にサビニ人が定住したことで始まる。 ラテン語では、ヌルシアと呼ばれ、第二次ポエに戦争中の紀元前205年に、ローマの同盟国となった。現存最古のローマの遺跡は一世紀頃のものである。ベネディクト修道会の創設者ベネディクトゥスと彼の双子の妹スコラスティカは、480年に、当地で生まれた。8世紀には、聖ベネディクトゥス聖誕の知恵の巡礼者のための、礼拝堂が建設された。 10世紀には、修道士が、ノルチャに来た。今日、修道士たちは古代ローマ時代の遺跡の上に建てられた、聖ベネディクト修道院で生活を送っている。ノルチャは6世紀に、ランゴバルド人によって征服され、スポレート公国の一部となった。9世紀には、イスラム教徒の攻撃に苦しめられ、深刻な後輩の時代を迎えている。11世紀には、 新聖ローマ皇帝ハインリヒ二世の所領の一部となった。12世紀には政治的、経済的な威信の高まりとともに教皇領内における独立コムーネとなった。コムーネとベネディクト会修道院との協力は下界学学校スコラカーアージカの創設を導いた。この期間での研究はノルチャ住民の養豚業における繁殖の改善をもたらした。 しかし、スポレート広告の権力と1324年の地震によって、ノルチャ市民の野心は阻止された。1354年、ノルチャは再び強行の権威に服することとなった。20世紀後半以降も、ノルチャはたびたび大きな地震に見舞われている。1979年のノルチャ地震では、多くの建物が倒壊し、大きな被害が出た。 1997年の地震でも激震が街を襲い、犠牲者が出ている。こうしたたびたびの地震による被害を受け、特に1997年の地震以降、耐震化の努力が進められた。2016年8月24日未明、ノルチャの南東 10km を震源として大きな地震が発生した。 震源地からおおむね同じ距離にあるアマトリーチェでは、家屋東海による多数の犠牲者が出たのに対し、ノルチャで歴史的建築物が損傷を受けたもののほとんど被害は出ず死者は出なかった。人的被害がほぼ皆無であったことの要因には同志が進めてきた耐震化が挙げられている。分離集落、コステルッチョとモンティ・ベタリーのルチャには以下の分離集落がある。 イタリアの最も美しい村クラブカメーコムーネである。黒トリュフの産地として世界的に知られており、また、プロシュットをはじめとした豚肉加工品が特産品として知られている。また、地域に含まれる高原地帯の分離集落カステルッチョはレンズ豆の産地として著名である。以下の品目の名称は保護指定地域表示の対象となっており、 地理的表示が保護されている。ノルチャにおける生ハム生産の歴史は、紀元前に遡るとされ、多くのノルチャ出身者が、加工技術を携えて各地に広がり、ノルチャの生ハムの名声を広げた。豚肉を中心とした、加工肉を扱う店舗をイタリア語で、ノルチネリアと呼ぶのは、当地が由来である。ノルチャ市内にも多くの、ノルチネリアが軒を連ねる。 黒トリュフは、モルチャの近郊で採取される。2月週末には、黒トリュフ祭りが開催される。サンベネデット広場にある聖ベネディクトゥス像。ありがとうございます。